皆様ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことびき屋さんから発売しております一撃殺虫ホイホイさんレガシーベスト X さんになります。なんやかんやでホイホイさんのプラモデル買い集めているわけなんですけども、ようやくベスト X さん入手することができました。今このタイミングで買えたのがめちゃくちゃ嬉しいです。では早速パッケージですけども、正面がこんな感じでいいですよね。もう右下のコンバットさんに後ろ後ろって言いたくなる、そんなシーンが描かれております。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品のフロントトリア。まあ、ベスト X さんといえばこのファスナーのモチーフとなっているこの服装が、まあ、かっこいいですよね。本当に荒くれ者っぽさがあっていいと思います。で、オプションとしまして、ヒエンナイフとハヤブサブレード。そして、フェイスパーツとかアイパーツですね。目につきましては正面左右の3種類。で、フェイスパーツについてはこういったニーンみたいな表情のものがついております。で、右端がいつものようにマルチカラーキットということで、素組みの写真。で、今回のキットですね、隣の塗装済み完成品と比べてみましても、個人的に嬉しかったのが、この手首のとことか、この足首のとこですね、この靴の色分けですね、この黄色のバッテンのとことか、このラバーっぽい赤いところ、これがもう塗装済みというか、パーツが色分けられてるんですよね。で、その一方でやっぱり気になるのが、ベスト X さんの服装の印象的なところといえば、やっぱりファスナーなんですけれども、まあ、やはりこれを見る分には、この、前のとこもそうですし、この真ん中の一本のラインのところもそうなんですけども、まあそういったところの色分けというか塗装がされてないっぽいので、まあせめてそこにつきましてはシルバーになっちゃうかもしれませんが、ちょこちょことそこだけは塗っておきたいなと思っております。で、側面がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら。これこの発売当時もですね、発売済みのコンバットさんとネクストカミングということで、コンバットさんタクティカルスーツバージョンのご案内。そしてこちらが注意書きとなっております。では中身の方もご紹介してまいりたいと思います。いや、このタイミングでベスト X さん買えるとは思ってなかったので、見つけた時というか買えた時にはちょっと軽く狂気しました。で、ランナーパーツですけど、まず一袋目がこちら。これが専用の武器ハヤブサブレードとかのやつですね。まあ今回も成型色のみなんですけれども、ガンメタっぽいカラーリングでそれなりに重厚感も出てますので、サフった上で塗装しようかどうしようか悩むところではあるんですけれども、まあこの際割り切って武装についてはもうこのまま行こうかなと思っております。で、反対側にジョイントパーツ、関節のパーツですね。で、次がフェイスパーツというかアイパーツですね。この状態だとどれが正面でさえか分かりにくいんですけども、このフェイスパーツいいですね。このニヤッとした歯のところもちゃんと塗装されております。あ、ここの部分塗り分けられてるんですね。あ、これちょっとありがたいです。で、このハンドパーツもあります。で、次がこれはポリキャップっぽいパーツと、あとはこれは股関節かな、そういったところのペールオレンジのパーツになっております。で、こちらがマフラーですね。ベスト X さんといえばこれが多分口元のもので、これが背後に来るマフラー部分です。で、次がこちら、これがブースの部分ですね。このバッテン印のところが塗装済み、部分塗装されております。反対側もこれ両手両足なので2枚同じランナーパーツがあります。で、ちょっとでかいパーツですけど、これが頭髪のものですね。おお、何色っていうんですかね、結構印象的なカラーとなっております。で、ベスト X さんアホ毛が2本ありますので、ちゃんとそのアホ毛も2本ついております。で、最後こちらがコート、おお、ここの部分も部分塗装ですね。まああとはこのファスナー部分をどうしようかというところなんですけども、まあ、やっぱりせめてここぐらいは、まあ、ガンメタっぽい色が本来の色だとは思うんですけども、まあ、シルバーのマッキーかなんかでちょこちょこっと塗ってみたいなと思っております。で、最後こちらがデカールシールと言いましても、まあ、アイデカールのみですね。今回フェイスパーツ印刷済みだったので、まあ、もし万が一なんか引っかかって削れちゃったよって時のための補修用として取っておきたいと思います。キットは以上ですね。全体としてこんな感じ。まあ、過去にご紹介したホイホイさんとかコンバットさんと同じぐらいの分量だと思います。そして最後にこちらが作り方の説明書。一撃殺虫ホイホイさんレガシーベスト X さん。いいですよね。この目がビガーンって、まあ、こんな光るギミックはないですけども。当時買われた方でお好きな方はこういったギミック組み込んだりされたんでしょうか。で、中の方に参りまして、まずこちらがベスト X さんのイラストとかスペックの説明ですね。まあ、こうやって見ると可愛らしいですよね、普通に。で、もう一回開きますと、その中の方に塗装済み完成品の写真。で、あとはいろんなポージングですね。アサシンっぽさがあってかっこいいですよね。で、隣のページがパーツリスト。まあ、見た感じ、余剰パーツとかはなさそうな感じですね。で、さらに内側の開きまして、横に長い説明書となっておりまして、まずは、これは脚部ですね。脚部、左右作って、これで胴体。
で、胴体に脚部を連結。で、これでマフラー部分を作成。で、ここでマフラーとかコートを本体に接続。で、次のページでこの首元の口を隠すこのマフラーですね。を作った後で、ここは両手ですね。かける2と書かれております。で、このアホ毛が出てきました。頭部、フェイスパーツ。やっぱこの E8、この状態ちょっと笑っちゃいますけども。こういったフェイスパーツをくっつけて、で、ここには、これ髪留めというか髪の飾りの部分です。あの手裏剣みたいな形状してるやつを作成して、髪の毛の間に挟み込んで、で、最後に後頭部分の長いロングヘアをくっつけて頭部が完成。で、これハンドパーツですね。で、最後、ここで武器、ハヤブサブレード、ヒエンナイフを作って、で、最後、全体を連結させて、ベスト X さんの完成。ここで、ハヤブサブレードの装備、ヒエンナイフの装着、そして、ヒトミパーツの交換方法とか書かれております。で、一番最後のページに、カラー&デカールガイド。問題はこの武装類ですよね。まあ、先ほどお話したみたいに、気合を入れて塗装すると失敗することが多いので、武装についてはもう申し訳ないんですけども、成形色のままでご案内させていただきたいと思います。まあ、あとはこの本体のこの、ファスナー部分ですよね。こういったところとか。一応下見ますと、この、シルバー、ヒエンナイフファスナーということで、シルバーではあるんですけど、スーパーチタンって書かれてるんですよね。そんなこじゃれたというか、気の利いた塗料なんて持ってないですし、まあ、なんとなくカラーの再現も含めてこんな感じになりましたよってことがご案内できればいいかなと思ってますので、まあ、ここについては申し訳ないですけども、シルバーで塗装しておきたいなと思っております。説明書はこんな感じですね。では、早速作成して、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずは交換品や付属品の方。まずはフェイスパーツ。今本体についてますが、通常顔で目線が正面のもので、こちらが、まあ、何顔っていうんですかね、ニヤッとしたこの歯のところもちゃんと綺麗に再現されているフェイスパーツになりまして、目線につきましてはまずこちらの方がお分かりいただけますかね。おでこのところに左って書かれてますけども、これが左のもの、後ろからはめるとこの左側の目線のものになります。で、もう一個ありますのが、今度はこちらも同じく、おでこのところに書かれておりますけども、右ですね。右目線のものをはめますと、こんな感じで、右向きの表情をすることができます。続きまして、ハンドパーツ。今本体についてますのが、通常の握り手何も持たないものですね。で、こちらが武器持ちで左右一対。この握り手今ついてるものもそうなんですけども、ハンドパーツにつきましては、ここの赤いところですね。このマイナスのネジみたいなところ。ここは塗装済みとなっております。こんな感じで、成形色及び部分塗装で、ちゃんとこの指抜きの状態が再現されています。この武器持ち手が左右一対。続きまして、武装類。冒頭にお話したみたいに、今回成形色のみで全く塗っておりませんけども、まずこちらの方が、ハヤブサブレードになります。鞘から抜刀することができます。で、ここについてます、この黒いピンですけども、これ向きを変えて、ベスト X さんの腰の後ろにピンが流れるんですけども、そこに向きを変えて、まあ、横目につけてみたり、縦につけてみたりということができます。で、この鞘についてます、このホルダーの部分なんですけども、これは場所固定ではなくって、簡単に取ることができます。真ん中につけてみたり、上下逆につけたりということができるようになっております。で、こちらが、まあ、アサシンっぽさの溢れるヒエンナイフですね。これも鞘に納刀されてますけども、それぞれ下の方も上の方も抜刀できるようになっております。こちらはハヤブサブレードと違ってピンが2個ありますけれども、これにつきましては背中の後ろのところ、ここにちょうどピン穴2個あるので、そこに差し込んで、きっちり水平方向に固定することができるようになっております。では、ベスト X さん本体なんですけども、今、特にスタンドもなくどうにか自立はしてますけども、今回のベスト X さん、後でご覧いただきますけども、頭部の髪の毛が非常に大きいので、自立させるの結構大変でした。
で、改めましてこちらがベスト X さんですね。思ってた以上に可愛らしいでしょうね。あのニマッとした顔じゃないから余計そう感じるんですけども、で先ほど話した頭髪ですね、これが結構でかい上にコートとかこのマフラーもあるものですから、どうにか今これバランス取って自立できるようにはしてますけども、もうちょっと油断すると後ろにコテッと倒れそうです。ホイホイさんシリーズって3ミリのピン穴とかないので、まあそういった、まあ穴がないのはいいことなんですけど、ちょっと立たせるのが大変ですね。で、こちらのキットですけども、色を入れさせていただいたところ、まあまず簡単にやったところは墨入れですね。ここの足首のところにあります、ここの十字のネジみたいなところと、まあ必要なかったかもしれませんけども、足の裏のレリーフのところ、あとは背中のこの中に着てます、このレオタードのところ、この真ん中のラインですね。わかりにくいかもしれませんが、一応うっすらと墨入れしました。まああとは何といってもこのファスナーの部分ですね。この真ん中のつまみのところとか、ボディの真ん中のラインのところ。このベルトのバックル兼ねているようなこの銀色のパーツも、本来は先ほどご覧いただいた武器と同じ成形色だったので、これもシルバーに。で、あとはこの側面とかにあります、このファスナーの部分ですね。こういったところはすべてシルバーで塗装しました。パッと見、綺麗に塗装されているように見えると思いますけども、まあ、これにつきましても、実は今となってはこういった、マッキーのシルバー、ペイントマーカーですね。こういったものがあるものですから、こういった細いところとか細かいところ、シルバーでちょこちょこと塗るのは非常に便利です。では、上の方から順に可動も含めてご紹介してまいりますが、まずは頭部。改めてこうやって見てみますと、結構可愛らしいんですよね、ベスト X さんって。で、頭部の可動とかですけど、まずこのでっかい髪の毛。根元のところに可動はありません。このでっかいところですね。ここの根元のところはポリキャップのパーツで接続されてますので、ここに角度変えてみたり、さらにぐるぐる回すこともできます。で、前髪の方に行きまして、まずこの頭に入ってます2本の触角のようなアホ毛。根元がボールジョイントなので、角度変えれますし、ぐるぐる向きを変えることもできます。で、髪の毛のこの両側の部分ですね。これにつきましても、ボールジョイント接続。横に広げてみたり、前後に角度変えることができます。で、頭部につきましては、ボールジョイント接続ではあるのですが、こんなでっかいマフラー巻いてるせいもありまして、まあ、可動はしますが、範囲は結構狭めです。こんな感じですね。で、マフラーにつきましても、今お分かりいただけたと思いますけども、この前側の部分については上にしてみたり、下に下げてみたりと、少しこの角度変えることができます。で、後ろに行っております、この白い長いところ、根元のところに可動がありまして、左右に展開させたり、こうぐるぐるこうやって向きを変えることもできます。で、一箇所すみません、塗ったところ忘れてました。この背中の USB ポートですね。このパーツなんですけども、これも本来成形色が髪の毛と同じ赤色だったので、とりあえずオレンジで塗ってみました。で、続きまして、腕ですけれども、肩のところがボールジョイント及び軸接続。この状態で前後にぐるぐる回しますし、この肩幅については多少こう角度を変えることができますので、水平方向についてはほぼ真横まで。で、前後にも動きますし、ぐるぐる回すこともできます。で、この接続の部分にロールがありまして、肘については関節1個ですけれども、90度ちょいまで曲げることができます。手首につきましては手首パーツの中に球体のポリキャップが入ってて、腕側のピンで接続するという構造になっております。角度変えることができますし、ぐるぐる回すこともできます。で、この腕の甲のところというか、手首についてます、この黄色のバッテンのパーツですね。これがちょうど腕と手首パーツの間の目隠しのパーツも兼ねています。ので、これもカタカタ動くんですけれども、実は先ほどご覧いただきました武器もしてと同じく、手首パーツの内側にですね、ここに切り込みがありまして、で、この腕の輪っかのところです。ここにピンがあるので、この位置と手首パーツを合わせることによって、手首の角度に合わせて、この黄色のバッテンのあるパーツ、これも一緒にこうやって連動して向きを変えて動かすことができます。続きまして胴体。まあ、胴体は何と言いましてもこのコートですよね。これファスナーのこのギザギザというかこの噛み合わせのところ、単純にこういった形状しているだけじゃなくって、こうやって揃えると上からきっちりこの数というか場所がぴったり合うんですよね。まあ、カチッとはめることもできなくはないんですけど、こんな感じで。まあ、離しておいてもいいですし、こうやってファスナーを閉じたかのようにこうやってぴったりさせることもできます。ここで特にパチッとはまるわけではありません。で、後ろの方のこの真ん中のファスナー、これも同じですね。こちら側面と違ってぴったり合わせることはちょっと可動の関係で難しいんですけれども、こういった風に、このファスナーの部分も単純にレリーフがあるだけじゃなくって合わすことができる。結構細かいですよね。前につきましてはこのちょうどマフラーの下あたりのところで軸接続、左右に展開させたり、外側とか内側に角度変えることができます。背後にあります2つにつきましては、脇の下あたりがボールジョイントに接続されております。左右に展開させることもできますし、前後に可動させて干渉を避けることもできます。で、胴体につきましては、ちょうどこのファスナーのフックのある下あたり、ここの部分が1個ボールジョイント接続なんですけれども、今回のペステックさんの場合、あの周りのこのコート周りが多いので、ちょっと動かしにくいんですけれども、ここの部分で前後に可動させたり、ぐるぐる回すことができます。まあ、ベスト X さんの場合は、このコート部分が何と言っても印象的なので、まあ、ここの可動についてはあんまり気にしなくても
周りの方で動かして、いかにでも雰囲気を出すことができるんじゃないかなと思っております。続きまして、股関節足回り。まあ、なんといってもこのハイレグなボンテージがセクシーですよね。で、接続はボールジョイント。特に今回のキットも前後に干渉するものはないので、前とか、で、後ろにも大きく動かすことができます。で、ここの色が変わっているところにロールがあって、膝については関節1個ですけども、ジャスト90度ぐらい。で、足首につきましては手首と同じく、すね側の方からピンがあって、足首側に球体のポリキャップがあって、そこに刺さっている構造になります。ただ手首と違って、このバッテンのあるパーツはここ固定です。足首につきましては、この、なんて言ってないですかね、足首とこのリングのちょうだいのあるパーツ。これがちょうどこの接続の隙間を目隠すようなパーツになっておりまして、これごと足首が後ろとか前に。ここの方は小さいですけど、多少動きます。まあ、左右もそうですね。で、つま先につきましては独立して、少しだけ角度を変えることができるようになっております。特に私ので作った、まあ、ホイホイさんとか、コンバットさんと比べますと、まあ、このコートがいい感じではある一方、これのあるおかげで結構干渉するところが多いので、ポージングは若干させにくいキットでありますね。ただまあ、それを補ってあまりある、このセクシーなボディースーツというか、服装が、なんともグッとくるんですよね。あの、ニマッとした表情は正直あんまり可愛くないので、個人的にはまあ、あれもあれで、コンバットさんの後ろに置いて飾っておくのも面白いんですけども、まあ、通常のこの可愛らしいお靴の状態のままで、それでこのセクシーな衣装、これで飾っておくのが一番いいような気がしております。まあ、あとはキットのデザイン上仕方がないんですけれども、やはり、後頭部の髪の毛が多いので、スタンドなしで自立させるのはちょっと大変なんですよね。好きなポージングともなりますと。で、ピン穴とかもないものですから、先ほども回転台の方でコンバットさんとのペアで飾るときには、食玩ベースの先端がカニバサミになっているもので、腰あたりを掴んで固定しましたけども、まあそういった点を除けば、個人的には、ホイホイさんプラモデルの中では、一二を争う可愛さというかセクシーさ、特にセクシー担当で言ったところでしょうか。かなりちょっと倒れるといけないんで、ずっと手で添えてますけども、このコートを広げてみたりとか、あるいはコートをきっちり揃えてみたりという風で飾り映えもしますし、まあ良くも悪くも飾り物が多いので、見た目の豪華さはかなりのものじゃないでしょうか。あと、ペスト X さんにつきましては、サポートメカ的なおぼろっていうあのバイクに変形する巨大な大鉄腕パーツありますよね。あれについてはちょっと今手元にはないんですけれども、まあ今このタイミングでもし購入することができたら、改めてペスト X さんと合わせてご紹介していきたいなと思っております。三頭身でありながらかなりセクシーなキット、ペスト X さんはこんな感じでした。というわけで今回は一撃殺虫ホイホイさんレガシーペスト X さんご紹介させていただきました。正直作ってみて思ったことなんですけども、先ほどお話したみたいに三頭身でありながら服装のこともありまして、かなりセクシーな美少女キットだったんじゃないでしょうか。ただ素組みの状態ですとペスト X さんの服装のまあ肝ともいえるファスナーが全部成型色黒のままなので、まあだからといって指定色のスーパーチタンっていう塗料をこのためだけに買うのはどうかなと思ってはいたんですけども、やはりこういった時にも役に立ちました。マッキーのこのペイントマーカーのシルバーですね。これでちょこちょこっとファスナーのところ塗っただけで、個人的にはだいぶ満足できる完成度の高いキットとして作ることができたかなと思っております。ホイホイさんがお好きな方、ボンテージ風のセクシー衣装がお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。